行くぞ。分析終わってます。今の学校行くぞ。いや、今日一限だけなんで、ちょっと今から、はい、学校に行きます。はい、っす。あー、うおー、うわ、そういうタイプ。どれお前。今から学校行くから今から学校行くから明日の学校行くからもう、はい、行きます行きます行きますちょっと楽しい乗れ怪我のないように乗れ乗れよしはい、というわけで学生の2人を君たちが今から、学校に行ってもらいます。さっき言ったんですけど学校に授業終わりってことで今からもう学校に向かってもらうんですけど、今回の企画は急がば回れ24時間かけて学校登校してみた、イエーイ。まあ今昼の昼前なんですけども、で明日また一限ですよね。一限はまあ大体8時50分かな、うん、そうから始まるんですけども、次の学校までだと21時間、その21時間かけて今から学校に行きたいと思います。はい、でもね、まあ、急がば回れっていうことわざが結構今回テーマなんですけども、ね、急がば回れっていうのはですね、近道すると行くないっていうことですね。まあそれぐらいに行くと、はい、で、で遠回りしたらポジティブなことが起きる。そうそうそうですね。まあなんかいいことが起きるっていうかは結果的に確実にたどり着けるという意味なんですけども、まあ、ちょっと今回は履き違えて遠回りした方がいいことが起きるということでですね、まあ、今回はいろんなねとこに車で行きながら21時間かけて学校に行こうと。やりましょう。で、まあ行き先なんですけども、今回ちょっとジェルリンクシステムを採用してまして、いろいろねカードがあるんですよ。これは県が書いてあるやん。そうです。あ、何県で、あの上とか右とか書いてあるから、まあ、大体だから今大阪なんで。なんで東西南北じゃないの。大阪なんで、大抵方向的に大阪なんで、まあ、上やったらまあこの上京都とか、はい、で滞在時間なんですけど、まあ、今回一応急いでるんで、急いでるじゃん。あ、急がばって、うん、あ、そういうことね。で、大体あのここに滞在時間カードってのがあるんですけど、1分から、まあ、60分まであるんですけど、あ、基本的にそんなね、悠長なことはしてられない。なるほど。あくまで移動がメインですから、この動画。そうです。じゃあ、じゃあ初手引く。引きますか、初手。初手もう死ぬほど見えるって引き方結構だから、じゃあまず、最初の目的地はここです。どうぞ。お、上です。上、上、空中、北ね、京都。おー、京都ですかね、上って。大阪の上、京都やな、確かに。聞いてください、2枚目。ドロ、食。おお、あ、食べる、食べる系です。ちゃんと握った気がする。幸先がいい。でも、何食うかっていう話はまだ。まあ、それは、そこは決めれるっていう。あ、そこは俺らで決めていいんや。はい、時間、滞在時間は滞在時間、じゃあザッタッテーン、10分。いやいや、もうほんま店入られへん。じゃあ効果カード、ドロ、2枚ドローして好きな方を選べるっていう。めっちゃええカードやん。40枚もできないのに2枚いける。で、今まだ使うんでもいいよ、別に。そうそう、まあまあ。じゃあ1つ目の目的地はですね、京都の食べるとこに10分間滞在するということで。確かに急に、はい、限定50分。いや、美味しそう。それ行こうじゃ。というわけで、一旦ですね、目的地は京都の三条。最近オープンしたタピオカミルクティー屋さんに行くぞ。イエーイ。俺飲まれへん。俺タピオカ飲まれへん。まだ人生で飲んだことないっていうのを、企画のために飲めないって。そう、いずれまだタピオカ飲んだことないやつが何とかするみたいな企画のために一応取ってるっていう、この意識の高さ。俺のイデオロギーどっか行った。イデオロギーってね、スマホのこと。イデオロギーはまあ主義信条みたいな感じですけど。主義信条やっけ。はい。あ、なんか今元々の意味聞いてない。ちなみに南都銀行ってさ、あくまでも我々が都だ、東京は首都じゃないって言い張ってるんですね。いや、施設しかないっすよね、結構。まあまあ、これちょっと強いっすよね。あ、それもいいよ。
あった。このカラフルやばい、やばい、やばい、えぐいの見えた、やばいの見てしまった、やばい、ほんまにタピオカ。はい、というわけで京都にやってきたんですけれども、京都のなんていうか、もっちゃむ、もっちゃむさんっていうタピオカ屋さんらしいんですけども、はい、というわけで、もっちゃむのね、これ全部これ行列なんですけども、はい、じゃあ今からね、10分間人生よーいスタート。さあ10分以内にこの行列が、収束してくれれば耐える、耐えるんですけども、まだ30秒しか経ってない意外と進んでる、確かに意外と俺は普通にタピオカ好きやから別に飲まんでもあと7分、あと7分、いや無理やって悲しい。決めたのはお前だ人生の主人公になれるのはお前しかいないあと何分、あと1分20秒、あーやばいやばいやばいあと1分20秒はい、10分はい、帰りますはい、終了です。ほんまに、ほんまにほんまです。はい、帰ります。かわいそう、さらばちゃん、さらば京都、美味しそう、めっちゃ美味しそうというわけで、京都無事に制覇したんでですね、制覇できないの、制覇しましたね。何も制覇、何を思って制覇って言うんですか。ついただけです。まあ、でもね、これガチャ運が大事だね、非常にガチャゲンやガチャゲンやからガチャゲン。次のドローはノエリン、はい、ノエリン、じゃあノエリンにデュエルディスクを渡します。せーの、ベイ、はい、何、上、上、また上、また上、上滋賀県かな、滋賀県。次、じゃん、はい、山、山、開演すぎた山、まあ一応上の山からの、お、はい、じゃん、5分、はい、5分、5分、はい、というわけで今からね、じゃあ滋賀県に、上の山に行っていきたいと思います。飛び出せ24時間学校、どうぞー。あ、見える、琵琶湖、琵琶湖、琵琶湖なー、滋賀の親なー、城崎にいてなー。でも琵琶湖って実はさ、琵琶湖のせいでかなりの面積を損失してるんですよ。でも実は6分の1っていう、いや、田舎、田舎、これが僕のふるさとだ。田舎のこと高床式倉庫って呼ぶ、はい、点検がすごい。やばすぎる、やばすぎて、ふかし、山頂ついて5分滞在するという、あ、山頂ついて5分、はい、というわけで今からですね、山頂にロープウェイで登って、その山頂について5分滞在というスケジューリングとなっております。覚えてよはい、それでは用意スタート。用意スタート言いましたら、もうまだやけど、もう疲れたんやけど、早っ、あれ、もしかして全部琵琶湖じゃろうな、すごいな、やっぱりこう見るとすごいな、琵琶湖、琵琶湖って広くないですか。この表情にして、この手荷物逆に出るめっちゃ強いっすさこれ上ってさ、結構あれなの、日本一で自称保証されます。そうそう、確かに、じゃあ日本一応景色やから投資対効果、ちょっと確かにな一応この1エネルギー2500円払ってるから、2500円払ってるから、なのに、なんで左手どうしたの、封印されてるの、左手どうしたの、普通に座ってるだけですあ、デュエリストだ止まらんこと言うの、一応これ、俺らの中でユニバやから田舎民によってユニバやから、これ河川橋から伊沢を食べております。やばい、すげえ、ノイリンがこれグリーンバックみたいな、これご乗車のお前、滋賀も捨てたもんじゃないお前誰やねん、滋賀県民にお前罵られるぞ、こういう投稿いいな、ぜひご利用してください。こういう投稿いいな、とてもつもなく優雅やで、通訳はマジ険しいから、乗り換えないと絶対出てこへん、ほんまに急に逆風の路線じゃ出てこへんじゃん、絶対出てこへん、ビロガーから本が降りてまいりじゃ、まず着いたらこのレイクビュー行って、ドリンクを頼んで景色見て帰る、一応5分の工程です。はい、位について、位置について、よーい、スタート。はい。
ここから5分です。全然寒い。寒い。寒そうに。何してんの？大丈夫。ちょっと TPO TPO 大丈夫。ネガさんいくつ嫌いですか？え、俺のこと好きなん？違う。うわ、綺麗って感じ。雲とか。雲が綺麗じゃん。あと4分。やばいやばいやばい。あと4分。あ、めっちゃ綺麗。カフェ。やばい。準備を。すべ。やべ、めっちゃ綺麗やんけ。ノリにチーズする？営業からって単語聞こえたわ今。あ、でも席ないかも。いや、もういいんじゃん。いただきます。いただきます。あと2分だよ。これ2分だよ。やばい。あと1分です。早く写真を早く早く写真撮るのにいろいろしろ。これ、こっち景色逆で逆、逆、逆、うん、あと20秒あと20秒。3、2、1。はい、終わり。帰ります。仕事です。これ何のために持ってきたんですか？いや、別に特に意味はない。特に意味はない。帰ろうか。はい、帰りをつけて。はい、はい、みんな学校に行くよ、今から。ちょっとロープウェイまでしばらくと時間があるのでね。まあ、あの場所にはもう帰らないですけど。あの場所はもう行ったらあかんから。それ以外は別にあのいてもいいということで。 あれが俺の中学校です。あのグランドが。あれ、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 俺の中学校です。ドラキュラ城みたいな。これ、僕の中学校です。なんかさ、雲が近いな、マジで。それが素晴らしい。電眼さん陰キャモード発動してる。電眼さん陰キャなってる。電眼さん陰キャなやつ。うわ、やば、やば。リストラされて。リストラされて。行き場失ってるやつ、あいつ。うわ、こっち見た、こっち見た。大丈夫かな。ちょっとお悩み聞いた方がいいかもしれない。どうした？絶望の淵に苛まれている。この青空とは対照的に一個の場所に滞在させてくれ。あ、もう定点 A になりたい。まあまあタピオカはまだええわ。滞在できなさそうやったから。確かにね。ここは滞在できるやろ。ここは滞在だろう。ここは滞在だろう。それはダメだろう。じゃあ、琵琶湖バレーを堪能したということで。嬉しかったです。マジで単純作った。これは楽しかった。もうちょっと言いたかった。で、次の目的地、寄り道に行きたいと思います。寄り道やな、確かに。行きたいと思います。お母さん寄り道ダメって言われた。デュエル、デュエルスタート。はい、はい、右ってことは東ね。右ってことは、まあ三重か名古屋。いや、まあ三重か愛知か。で、右の右の遊ぶ、遊び場系です。遊び場。次、お30分。やばい、長くはないけど30分で。もうこれ、長スパ説あるで、これ。確かにあるな。長スパちゃう、これ。青カード、青カード。はい、で、あ、運転手の行きたいところに行ける。右だから、あの右とか守るってこと。右の遊び場所系のその条件を守ってれば運転手の行きたいところに行ける。おい、長スパ行くか。はい、じゃあということで、じゃあ次の目的地は長島スパーランドで30分滞在ね。30分ですよ。外れるところの他にもなっていうのがうちらの国家。国家、何やねんそれ。天下ではなく長スパが、営業時間が5時までということで、残り1時間しかないので、まあ、ここから約2時間という道のりなんで、まあ、ちょっと閉まっちゃうということで、一旦ね、目的地を変えて、これからタバタの里に。ナバナ。バナナの里に。ナバナね。ナバナの里にね、はい、お邪魔して、みんなでホタルをね見れればいいなと。あ、これ右。もう一日がすげえ充実してる感あるね、これ。ほんまだって今日長いですね、一日。てか、なんなら12時から始まったやん、これ大体。21時間分のこれ5分の1やで、まだこれ疲労がね。死ぬ、しんどすぎ。これ通学路のまだ5分の1しか来てません。しかも現時点でまだ旅館ホテル取ってませんから。それです。だってまだどこ行くか分からない。マジでウェイだろこれ。ウェイすぎ。
しかもこれがさ、これ、あ、なにこれ、まっすぐ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 言われ変わって捨てもうるさい。ビビる、ビビるマジでうるさすぎて。ビビる大きい、ビビる大きい。音響塾講師。これ裏元金って名前の塾作ろうかな。個別塾裏元金。強そう。なんかちょっと強。確かに。ちょっとたまにめっちゃ強いの配置しそう。そう。裏元金って名前使ったらモンハン作った人のあれとかでなんかあれするんかな。裏元金とかします。チンやから大丈夫って。そういうロジックね。出発してから6時間半しか夜の寝る時間も全く考慮されてないもん、ね、あらかじめの時点でな、止まるな、そういや、それまでしかも止まるなでもう止まるなって言ってるし な、止まるそうか、うん、な、寝れなそうで、え、なんもないけど大丈夫、いや、それならちょっとワイヤーゲームかまされたかもしれない。 え、ナバナの里潰れた説ないこれ、いや、あるな、え、これ大丈夫これ、さてはだって全然、え、大丈夫これ全然なばってないもん、なんかなばってない、誰か里どこ、うん、アクアプラザ里ないで、あ、ナバナの里書いてある、あ、こうやば、なんかこれやこのかそり方、やばくね、いや、逆に盲点なんじゃ、見ねえとポジティブすぎその場所、盲点、盲点な、意外と、意外と思いつく、でも駐車場はあったけど、どれがナバナの里なんすか、すでに里との勝負は。どれなんすか。はい、はい、着きましたー。ちょっと未だにちょっと不信感拭えないな。はい、だけど生の里、不信感しかないやろこれ。ちょっと一瞬定休日かなと思ったけど。はい、じゃあ入りますよ。位置について。よーいスタート。はい、じゃあ今から30分。トリマーちょっと地図見るか。とりあえずなんかアイランド富士行こう。アイランド富士。そうそう、なんか一旦。飯食うとこしかない。なんか一応現状取り留めもないっていうのがした、あの取り留めもない取り留めがないっていうターゲット層65歳、確かにこうなんか何をこう見れば全員さんもちょっとほんま溜まってるな、ちょっとあれに似てるな、ハウステンボスのアクションないバージョンに感じるな、そうやな、にしても色がちょっと少ないような気がします、だからこれだからジュラシックパークの初めの恐竜ぐらいな、たまだこれ、あ、こっからですよ、こっからですよ、すごい富士アイランド乗ってみましょう。あ、これもしかして完璧貸し切り。これでいつ出発するんですかね。3分ぐらい。耐え申した。この3分ぐらい相当マイナスだから。確かにこの3分は痛い。ただ3分見れるって結構でかいもんな。やばい、もう10分、10分になりそうです。あ、来た。よし。来た。来るぞ。イエーイ、来るよ、ディグラさん、虚無モード入ってる、虚無モード拠点が入ってる、待って、何これ、こういうもんでしょ、あ、でも綺麗、あ、めっちゃ綺麗、あ、夕日めっちゃ綺麗、めっちゃエモエモス、あ、もう立ったらあかんねん上昇中、下降中はご案内するまで、はい、怒られた、めっちゃ綺麗、お前やで怒られた今、いや治安悪かったね、皆さん、あ、夕日は綺麗、こういう時あるある、怒られたやつ指摘して自分じゃないかと、わかるわ、俺でもあるからさ、また人類あるある、人類あるある、夕日がちょうどいい、これもしかしてデートプランやったら、これかなり巧妙なデートプランじゃない、これでも今日の一日、ドライブ中の会話したりつなげれば大丈夫、デンカさんあの現実の世界と向き合わずに、お前こんな時でもお前ネットか、お前クズ女彼女と話してる、あ、はい、思ったより綺麗、めっちゃ高いよ、すげえ、こんにちは、今の時期って花とかあんまりあれですか、ないですね。紫陽花と勝負した。なるほど。俺結構好きかもしれん、これ。いや、俺普通に。俺結構全然楽しい。やっぱ高いところはやっぱそれだけで価値を持ってる。やば、あと1000円使い切らんと。あと12分しか。でもこれで結構長野さんと全貌できたから。正直全部一応見たっていう。見たって設定は的にはクリアかもしれない。ってことはじゃあ一応スケジューリング的にこれを使うっていう方向性いった。そうっすよね。考えた方がいい。残り10分。確かに。
ここでインスタ映えをちょっとこうインスタ映えちょっとやっとこうじゃん。せーの、ナバナー、ドルツ&ガバナー。よし、オッケー。はい、残り9分、8分通ない通ない。いけたよ。耐えた。いけさん。めっちゃ有効に使えてる。おい、今何分、はい、29分20秒。お、めっちゃいい。完璧な時間配分。最後これでそう。あれ、タイマーあれ。いや、今できんかった。フリだけで、サムネ。フリだけで。はい、出ましょう。はい、出ましょう。これだけ間に合った。今で30分2秒。これだけ間に合った。俺だけ間に合った。はい、というわけで生田の里をね、観光し終わったんですけども、1000円分の金券チケットがあるんですけど、それを使ってね、1000円以内に収めると思ったらこれが2160円で、あ、初め540円と思って見た目で買ったんですけど、はい、入らない。うのにこれ勇者かどうか見極められる。これ、お、あ、お、たい、お、頭が痛。いや、でも締めるもん。お、じゃあノエに誘いあげるわ。 ありがとうございます。はい、はい、というわけで次の寄り道先をね、決めたいと思います。はい、じゃあ、毎度のごとくノエに、はい、デュエルスタンバイ。俺のターン。ドロー。左ってことは戻る方向や。あー、岐阜左にの山。あ、岐阜山。山、岐阜に山とくれば飛騨高山。飛騨基礎赤石山脈ね。じゃん。3分。はい、3分。山は3分が多いと。何、山超短い。何がしたいの。はい、何がしたいの。一応こう高画カードを引いて。じゃん勝ちの行きたいところに行く。お、あ、なるほど。